皆さんこんにちは、トレインキッズの小原です。今回は知的障害、発達障害を理解するというテーマでお話しします。知的障害や発達障害のある子どもと向き合うためには、子どもの障害や特性を理解して何に気をつけないといけないかを知ることが大切です。実は僕にも子どもが2人いるのですが、どちらも知的障害を伴う発達障害、自閉症児です。僕なりに2人の障害のある子どもを育てながら勉強したことをお伝えしていきます。まず知能の発達についてです。人が物事を理解したり判断したりする力を知能と言いますが、知能の発達は個人差はありますが、環境の影響を受けて言語や運動能力と関連しながら進んでいきます。赤ちゃんから幼児になり成長していくにつれて知能が発達していき、社会生活に適応できるようになります。この知能には2つの側面がありまして、1つは知的能力です。これは読み書きや計算をする力、予測や考える力であり、 IQ で数値化することができます。そしてもう1つは適応能力で、ルールを守るだとか人間関係を円滑にするなど集団生活や社会生活に不可欠な能力です。では知的障害とはどのような状態かと言いますと、脳機能に何らかの障害があり、知的能力、IQ の値が検査によって70以下であること、 IQ によって軽度、中等度、重度、最重度に分けられるんですが、 IQ70 以下でなおかつ適応能力が同年代と比較して明らかに低いこと、そしてこれらが18歳までに発症していること、この全ての条件に当てはまっている状態を知的障害と定義されます。次に発達障害という障害があります。これは脳機能に何らかの障害があり、社会生活に適応するのが困難な状態を言います。症状によっては特性は異なるのですが、主なところで言いますと、自閉スペクトラム症があります。こちらは自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群を総称して自閉スペクトラム症と呼ぶのですが、特性としてはコミュニケーションが苦手、気持ちの共有が苦手、一つの興味に関心が限定され強いこだわりがある、感覚が敏感もしくは鈍感すぎるの症状があると言われています。次に注意欠陥多動性障害というのがあります。こちらは不注意と多動性、衝動性が主な特徴でして、集中力がない、気が散りやすい、物をなくしやすい、じっとできない、順番を待つことができない、順序立てて物事を考えられないなどが見られます。他に学習障害というのもありまして、こちらは知的障害のような全般的な知的の遅れはないが、特定の能力の習得が困難な状態を言います。例えば文字を正確に読めない、耳で聞くと理解できるが読解力がない、計算が極端に苦手、時計が読めない、作文が書けないなど、他のことができるのに特定のことができないという症状が見られるそうです。知的障害と発達障害の違いや関係がよくわからないという声も聞きますが、図で見るとわかりやすいと思います。こちらオレンジのグループが知的障害ですが、黄色の自閉症スペクトラム症と水色の注意欠陥多動性障害と緑色の学習障害とグループに分類されています。これらはあくまで分類しているだけで、実際にはいくつかの症状が同時に発症しているケースが多いです。図で見るとオレンジと黄色と水色のグループが重なっている場所がありますよね。僕の子供もそうなんですが、このような状態を知的障害を伴う発達障害と言います。例えば自閉症スペクトラム症だけでれども、 IQ が70以上あるだとか多動性だが適応能力がそれなりにあるのであれば発達障害と呼ばれたりします。このようにグループで分類はされていますが、一人一人個性とか特性が違いますし、いくつかの症状が同時に発症しますので、個人個人の特性に応じた支援が必要になってくると思います。次に知的障害、発達障害の子どもの特性としてよく言われていることが、言葉の発達が遅れている、会話のキャッチボールが苦手、話をしても相手の方を見ない、友達とうまく遊べない、ルールを覚えられない、ずっと同じ行動をとる、こだわりが強く思い通りにならないとパニックになるなどがあります。で、重要なこととしては、これらは脳機能の障害です。本人の努力不足で解決できる問題ではないので、生活していくためには周りの理解が必要です。
そして何よりも気をつけないといけないことは二次障害です。これは何かと言いますと、もともと何らかの障害があるために他の友達ができることが自分はできなかったり、親や先生にも褒められずに叱られてばかりいると自分に自信が持てなくなり、自尊心が保てない状態になってしまいます。この状態が続いていくと、社会不安障害、分離不安障害、パニック障害、強迫性障害、統合失調症、反抗挑戦性障害、後遺障害が発症して引きこもりになったり、犯罪行為に走ってしまうケースもあります。大切な子どもがこのような状態にならないようにしていくための3つのポイントとしては、1つは元々の障害の早期発見です。障害を早期に発見することで本人が自信をなくす前に適切な対応ができますし、僕もそうですが、子供の障害が分かった時って親も障害を受容したり理解するのに時間がかかってしまうこともあります。子供は障害ではなく、たまたま発達が遅れてるだけではないかとか、他の原因があるのではないかと思って様子を見たり、間違った場所に相談に行く人もいると聞きます。そういうことで適切な対応にたどり着くまでに時間がかかる場合もありますので、なるべく早期発見をしていく方が良いと思います。2つ目は家族や周りの理解と支援が必要です。子供がなかなか物事を理解してくれなくて、親としては焦ってしまう時もあるんですが、子供の特性に合わせて根気よく教えていくことが大切です。他小さなことでもできたことをしっかり褒めていく、子供が疲れている時は無理せずに休憩させる、あとはお母さんばかり負担がいってしまうとお母さんのメンタルがやられてしまいますし、子供にも悪影響になりますので、きちんと夫婦で協力して子育てをしていくことや、おじいちゃんやおばあちゃんの理解や支援が大切だと思います。3つ目、トレンキッズでは特に重要だと考えていることですが、社会とのつながりを大切にしていくことです。どういうことかと言いますと、保育園や幼稚園、学校、放課後デイサービス等の福祉施設にも子どもの特性を理解してもらい、良好な関係を作っていくこと、近隣の方や保護者同士でも積極的にコミュニケーションを取っていくということです。障害を持つ子どもがいる家庭の中には、子どもに障害があることを隠す人とか、特定の人にしか相談しない人、反対に子どもを守る気持ちが強すぎて幼稚園とか学校の先生とかに高圧的な態度で接する人とかもいますが、障害のある子どもが二次障害にならずに生活していくためには周りの理解とか支援が必要だという話をしましたが、それは家族の話だけではなくて、地域だとか幼稚園とか小学校だとか放課後デイだとか、子どもが関わっていく社会全体での理解と支援が必要だと思うんですね。でもそれを隠したりだとか、特定の人の話しか受け入れない、ましてや親が高圧的な態度で出るとなれば、相手もみんな感情がありますので、障害のある子どものことを支援しようとか頭では思っていても、心から本当に理解しようとか本当に支援していこうと思えなくなってくると思うんですね。やっぱり地域でも助けてもらわないとダメなことってたくさんありますので、親が意味のないプライドとか固まった考えで周りを遠ざけるのではなくて、多くの人たちと良好な関係を築いていくという姿勢が大事なんじゃないかと考えています。最後になりますが、トレンキッズの活動についても触れていきたいと思います。トレンキッズでは知的障害、発達障害のある子どもたちの支援をしていくための会社ですので、令和3年6月に大阪市都島区で放課後等デイサービストレンキッズをオープンします。そこでトレンキッズを利用していただける子どもたちを募集します。他にはないようなおしゃれなカフェのような放課後デイサービスになっていて、子どもたちの大好きな電車をモチーフにしたパソコン室もあり、ここで自由にパソコンを触ることができます。将来仕事をしていくのにパソコンは不可欠になっていますので、子どものうちからパソコンに触れていってもらえればと思っています。また勉強やパソコンだけでなく、運転シミュレーターやみんなでワイワイ楽しめるゲームなんかも用意しています。ご興味のある方は概要欄にホームページの URL を貼っていますので、見ていただければと思います。以上で本日の動画を終わります。チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。